はい、皆さんこんにちは、てっちゃんねるの時間です。今回はですね、前回に引き続きまして、まあ当社のチラシをご紹介したいと思います。で、そのチラシの中にですね、まあ毎回お客様からアンケートをいただいた内容を載せさせていただいているんですが、まあ今回その中ですね、過去に掲載させていただいたお客様、2名ほどですね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、ではちょっと早速で、読ませていただきます。まず1点目ですね、山岡くんの良さを実感、不安要素をすべてクリア、塗装について知識が全くなかったので市民講座を受講しとても勉強になりました。子供連れにもかかわらず女性のスタッフの方に優しくお声掛けいただきありがたかったです。講座自体も分かりやすく質問にも丁寧に答えていただき大満足だったのですぐに見積もりをお願いしました。営業の柴田さんの丁寧さ、誠実さが伝わり、改めて山岡くんの良さを実感しました。即決ではなかったのですが、その間も一切強引なお尻等なく、そういった点も決め手となりました。工事が始まっても皆さん礼儀正しく、細かく作業内容の連絡をくださるので安心でした。特に職人の山本さんは最初から最後まで黙々と仕事をされ、丁寧に対応していただき感謝しています。自分の仲間を信じ尊敬している柴田さんのお人柄、すごくいい意味で営業らしくない謙虚さが我が家とのご縁につながったと思います。皆様本当にありがとうございました。これからもたくさんご縁に恵まれますようにということでね、神戸市のいい様にいただいてます。ありがとうございます。嬉しいですね、こういうことね。で、もうお一方ですね、読ませていただきます。技能大会での実績ありで決めました。築14年が経ち屋根外壁の汚れが気になりだしたところをきっかけに塗装工事を行うことにしました。塗り替え工事を行うにあたって正直不安はありませんでした。技能大会での実績ありとあらかじめ情報があり、逆にどのような仕上がりになるのか楽しみの方が大きかったからです。山岡くんを選択した決め手は、素人でも大変わかりやすい建物診断報告書と充実した内容の見積もり書です。過去の実績も見て決めました。他に地域密着型も安心できる材料でしたし、営業の池さんの説明も分かりやすく良かったです。工事が始まり、足場組み立て、下地補修、高圧洗浄、屋根外壁塗りと各担当者はプロフェッショナルの集団だと感じました。丁寧な仕事はもちろんのこと、コミュニケーション、5S 等も徹底して教育されているのだなと思いました。約 2,3 週間の工程もあっという間に過ぎ去り、過去の面影もなくなり寂しくなる反面、みるみる綺麗な外観によみがっていく我が家の姿を見て私も奮起する思いです。本当に山岡君にお願いして仕上がりとともに満足しております。アフターケアメンテナンスファイルも大切にし、工事が終わってからも安心させてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ということでね、明石市の T 様にいただいてます。いや、本当にね、こういう毎回、嬉しいコメント、これまたいただくためにね、まあ我々スタッフも一度一生懸命、まあさせていただいてます。また皆さんで、ぜひご縁がありましたら、こういったお声頂戴できれば本当にありがたく思いますので、まあ、今後ともですね、スマイルの山岡くん、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。